さて上田市民体育館、ご覧のように超満員に膨れ上がりました。いよいよ大物対決が実現、天竜対テリーゴディのシングルマッチ。ユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオン、二冠王天竜、今登場。さあ大きいぞ、テリーゴディの登場だ。今回の来日、一段とたくましく、そして荒々しく、さらにまた野生に帰ったかのようなファイトでやります。テリーゴディ、超満員の上田市民体育館、お客さんをかき分けてこれから入場してまいります。シングルプレイヤーとしてアメリカマット界からも恐れられる、そういう存在になってまいりました。おそらく、ああやってまいりました、吠えまくり、相手を威嚇しながらの登場かと思います。このいかにもふてぶたしい態度、大物の風格がにじみ出てまいりました。さあ天竜にはどういう戦法でいくか、元祖パワーボムか、それとも魚雷ラリアットか。大きいテリーゴディ、140キロ195センチ、今登場だ。勝負タイムは30分一本勝負、天竜は完全に無視しています、無視しています。さあこのカードは2回目の対決、過去秋田で対決して、引き分けております。余裕シャキシャキの天竜、日本テレビラグビー提供スポンサーより両選手レフェリー花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして、日本テレビそして全日本プロレス中継、このスポンサーから今豪華な花束が贈られました。さあ緊迫したリング上、30分の一本勝負、上田大会の豪華カードです。コーナー320ポンドテリーゴディ、テリーゴディ、ラファンドパワー殺法が火を吹くか。テリーゴディ、テリーゴディ、若コーナー260ポンド天竜ジェイシロー、実に駆け終わったようないい男です。ニューリーダーの風格漂う二冠王天竜、天竜紹介されました。今週の放送席はジャイアント馬場さんと竹内康介さんでございます。竹内さん、まずパワーとパワーの激突ですね。これは面白い試合になりそうですね。本当ですね。あとものすごい豪快なデモンストレーション、3本のロープが今にも折れんばかり、すごい勢いでデモンストレーションを見せる、これがテリーゴディの試合前の表情でございます。馬場さん、テリーゴディがこの一段と大きくなった感じがあるんですが。そうですね、まあ、ね、その点で、ね、天竜もね、はい、本当に自信を持ちましたね、両者ともにね。そうですね、まあ、プロレスの醍醐味を十分に味わえる好カード。まあ竹内さん、ちょっと言葉を変わればどうでしょうか、日米の危険な男同士の対決と見ていいんじゃないですか。そうですね、やっぱりテリーゴディもアメリカでデンジャラスボーイと言われてますし、はい、天竜もやっぱり日本でも最も危険な男と言われてますからね。そうですね。さあ天竜だ、相手をロープに思い切って落とし、投げつけました。しかしその反動を利して左から肩から当たりました、タックル、そしてサイドのヘッドロックに決めました。このテリーゴディ195、140キロ、この太ももはすごい大きさだ。さあだん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 体を下の方に沈めてまいります。さあ天竜、あのインタータグを自ら打ったジャーマンスープレックスホールドで奪還、天竜の新兵器となったジャーマンスープレックスホールド。さあ竹内さん、この140キロからジャーマンスープレックスホールドを決めたら、まさにこのいい感じになりますがね。もしやっぱり決めることができたらですね、天竜のジャーマンってものが一気にやっぱりここでクローズアップされてきますね。そうですね。さあそのインターナショナルタッグ選手権も 3.1 に日本武道館で決定、相手はザ・ロードウォーリアーズ戦、これが予定されております。さあ馬場さん、このインタータッグ戦がおそらく今日の中心になるかと思います、放送の中心にしたいと思いますけれども、ザ・ロードウォーリアーズも本当に強いんですが、初防衛戦の相手としては十分ですね。そうですね、まあ、今ねアメリカのタッグ、まあ、ハンセン、レビアスいますけども、はい、このウォーリアーズはまた一種ね異様なチームですからね、はい、そうですね、もう本当にパワーのチーム、はい、でまたこのゴディよりもまた危険な技をいっぱい持ってますしね。そうなんですね。果たして 3.1 に日本武道館で初防衛なるかどうかでありますが、今日はまあ仮想アニマル、仮想ホークという感じで言っていますよと天竜言っていました。
まあ、3.12 日本武道館ジャンボ鶴田天竜組対ザ・ロードウォーリアーズ戦が予定されておりますが、馬場さん、ちょっと天竜が気になる発言をしているのでお尋ねしたいんですが、インタータッグ戦以外は鶴田とのコンビネーションを少なくしていくというような発言してますが、これどういう意味でしょうか。ね、はい、タイガーとか石川とか、はい、みんな育ってきましたんでね、だから彼らとチームを組んでいけば、はい、もうジャンボとね、天竜のチームはもうこれはもう完成されたと言っていいと思うんですよ。なるほど。ですから他の選手とね、やっぱりチームを組んでいってみんなレベルアップしていきたいんじゃないかと思うんですよね。あ、そうですか。馬場さんのお話の間にスリリングな展開がありました。魚雷ラリアットが一発、竹内さん、天竜のあご顎をえぐりましたね。ヒットしましたね、はい、そして今抑え込んでおりますのはテリーゴディであります。グランドの展開になってまいりました。まあ、3.12 日本武道館で鶴竜がチームを組んで初防衛がありますので、来週の放送秋田からの実況生中継は鶴田天竜組が久々で組みまして、この男テリーゴディマイク・ジョージ戦が予定されています。まあ、新たなるパートナーを求めます天竜。竹内さん、まあ、非常に前向きな姿勢というふうに受け取っていいんでしょう。いいでしょう ね、やっぱり天竜はやっぱ先々を読む人ですからね。はい、おっと、エンジンは届きません。ちょっとして車間距離を失いましたか。さあ天竜であります、相変わらずキビキビとしたいい動き、テリーゴディも負けておりません。この両者、私の記録によりますと、竹内さん、 UN 戦はまだないんですけれども、UN のチャレンジャー候補の筆頭格ですね、テリゴディは。そうですね、やっぱり挑戦させたらこれも面白い試合になるでしょうね。そうですね、馬場さん、ゆくゆくは UN にチャレンジさせるんですか、テリゴディは。もう当然するでしょうね。当然しますか。はい、はい、まあ、過去シングルマッチでは1回しか当たっておりません。16分51秒の白熱の攻防、まあ、両者得意のパワーボム合戦でも本当にお客さんを鳴らせましたが、結局両者引き分けに終わっています。今日が2回目の対決であります。それから馬場さん、この天竜選手は私たちに驚くような発言をするんですけれども、ゆくゆくはインタータッグのパートナーの鶴田ともシングルマッチをやりたいと、こんなことも言ってるんですが、まあね、ゆくゆくはそうなると思いますよ。ああ、そうですか、ね、ということは竹内さん、はい、この天竜の求めるものは全日本プロレスの中で誰が一番強いんだというようなことを究極の目的にしてるんですかね。やっぱりそのターゲットをジャンボに絞ってくるということはですね、はい、やっぱり全日本のナンバーワンという座をですね、自分がやっぱり目指し始めてることでしょうね、はい、あ、そうですか、そうですか。そうすると、まあ、天竜鶴田戦、あるいはまた天竜輪島戦、天竜タイガーマスク戦、このあたりが本当にファンも熱望してますからね。これはやっぱり見たいカードですから ね、その突破口を見せるのがやっぱり鶴竜対決になってくるんじゃないですかね。なるほど、馬場さん、この今私が述べましたようなカード、まあ、夢のカードかと思いますが、ゆくゆくは実現するように一つ努力していただきたいと思いますが。そうですね、そうですね。さあリング上です、テリーゴディ落ち着きました、相手は天竜。さあサソリ固めですか。サソリです ね、ただちょっと偏見になってますよね。はい、あの長州の形とやや違いますね、趣が違いますね。あのまま手を入れちゃったらテキサスクローバーの方になってしまいますね。はい、そうですね、まだやや腰が高いような感じがいたします。さあテリーゴディだ。さあこのテリーゴディは輪島との対決も予定されております。どういう輪島がこの巨体140キロをあしらっていくんでありましょうか。テリーゴディ対輪島戦もこのシリーズ予定があります。さあおっとっと、今サードロープに天竜の右手が伸びました。好勝負になってまいりました。こういうふうに竹内さん、力対力の対決というのはどういう点から突破口が開かれますかね。そう先輩、まあ、細かいこと言えばですね、はい、勝負のポイントは最芝さんのところから出てくると思うんですけどもね、ただこれだけやっぱり全面的にパワーとパワーがぶつかってますので、はい、なかなかその最芝さんだけでは勝負が決めにくくなってますね。あ、そうですか。おそらく天竜は自分がユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオンでやりますので、このテリーゴディもそのうち来るだろうなという、まあ、気持ちは持ってるでしょうからね。まあ、それだけになるべく早い機会に叩いておきたい相手ではありますよね。あ、そうですね。今日はもちろんノンタイトル戦であります。2度目の対決、この、新州上田で実現いたしました。天竜対テリーゴディ、会場は超満員でございます。馬場さん、今日の天竜は非常にこの落ち着いて冷静沈着に、運んでいるようですが、どうでしょう。まあ、そうですね。はい、天竜はね、そういう意味ではね、カーッとするしてるような時でもね、比較的冷静なんですよね。なるほどね、そうですね。天竜選手というのは自分が燃えているようで、放送席から私なんか見ますとうわーっと燃えてる感じなんですけれども、頭の中冷めてるらしいですね。そうですね、やっぱそれがですね、やっぱりその試合どころのポイントを間違えないと言いますかね、はい、やっぱり非常にやっぱ勝負どころで前技を出してるわけですよね。そうなんですね。そういったファイト内容が何て言うんでしょうか、プロレス道に生きる、まあ、天竜の道といいますか、
そんなもんにも影響しているようで、このただもうがむしゃらに突っ走るんじゃなくて、先々を見ながらこう、考えているようですね。やっぱ先を見る天竜というのがですね、今、はい、やっぱりファンの中で支持されているわけですよね。そうなんですね。誠にこの冷静沈着、頭のいい男であります、天竜。さあさあさあ、相手はもう自分の背より7センチ高いテリゴディ、おっと振り向きざま飛んでまいりました。フライングボディアタックだ。140キロ10センチが当たってまいりました。ますます動きが鋭くなってまいりました。テリーゴディもう全身真っ赤であります。まさに力対力の対決、これぞプロレス、パワー&パワーの対決であります。あーっとスリーパーフォールド。さあ勝負は中盤に差し掛かっておりますけれども、まだ勝負の流れ分かりません。馬場さん、一進一退と見てよろしいんでしょうか、今のところ。そうですね、はい、一つ一つの技がね、よく決まってますよね、はい、あの割合に無駄な動きがありませんしね、白熱の交渉。やはりこの竹内さん、一流レスラー同士の対決というのは見どころありますね。全くその動きに無駄がないわけですよね。上田のお客さんも一心不乱、もう声なくこの勝負に見つめています。さあドロップキック、テリーゴディ140キロ空を飛んでまいりました。そしてまずはカバーの体勢、これは軽く跳ね返す天竜。天竜の次なる技は何でしょう。まだ豪快なパワーボム合戦はありません。一発ギョライラリアットが天竜の喉元へ振りました。そういう展開であります。馬場さん、天竜がどういう技を組み立てていったらこの140キロを潰せるんでしょうかね。まあね、天竜も力がありますからね、はい、やっぱりブレンバスターとか、パイルドライバーとかそういった技を使ってね、それが3発4発5発続けば抑え込めると思うんですよね。そうですか。前にね、後楽園でこの対戦があった時に、天竜がロープの上から飛んだりね、そういったのこの見たことないようなことをやったこと、記憶があるんですかね。そうでしたね、ロープを広く使いましたね、ここで NG だ、これは当たりました。さあ自分のタイミングで当てました、天竜であります。さあ後頭部を抑え込んでいる、やっと天竜にチャンスが巡ってきたか。ここは息稼いに行くか、もう一回 NG だ、対戦いった、まさに NG を捉えますが、テリーゴディ今手で叩いて落としましたか。倒れませんね、倒れませんね、当たってたはずなんですけどね、最初に打ったのはね、後頭部をね誘ってましたけれども、さあ今度は場外、なんという恐ろしい選手でしょう、テリーゴディ。打たれ強さでの展開一変、おっとまずリングの中に入ってきたのは天竜。さあ場外戦は挑みません、今夜の天竜。さあさあ今度はブレンバスターか、リングの中央、やった、140キロ持ち上げてドサー、地響きを立てて落ちます。これは効いたぞ、140キロのテリーゴディ松坂様に落ちました。カウント2まで入りました、恐ろしい天竜だ。さあもう一回ボディスラム、力があります。天竜トップロープに上がった、さあ得意のさあフライングエルボー、おっと自滅ですか、カットされましたね、当たっていません。今勝負は10分が経過したところであります。この10分間の間にも竹内さん、大きな山がいくつもありましたね。いつ勝負が決まってもおかしくない展開ですよね、はい、見どころいっぱい。さあ今度は力対力のまた対決になってくるのか、パワーボム、元祖パワーボム。さあさあどうだ、天竜手を伸ばした、うまくクリア、うまくクリアして自らエプロンに立って、そしてさあ両者が、さあ両者がまだエプロン際での勝負であります。天竜テリーゴディのパワーボムは切りませんでした、必死の攻防であります。さあ両選手が場外に出ました、さあ場外、さあ鉄柵に追いつって、ものすごい勢いでテリーゴディが天竜を打ちつけました。天竜ちょっと顔色は苦しいぞ、顔色は苦しいぞ、しかしまだ頑張る。さあ天竜のこの力強さ、この反対にテリーゴディの背中を思いっきり鉄柵に打ちつけた。あっといつの間にかカウントが進んでましたが、天竜が一歩先に中に入った、これはリングアウト勝ちを拾ったのか、さあどうでしょうか、両者リングアウト12分40秒、こういう風な、結果でございます。馬場さんいかがでした。まあね、はい、いい試合でしたけどもね、もう一つ最後に盛り上がりが欲しかったですね。やっぱり天竜が今パワーボムをよく逃げましたよね、ということはね、自分がやっぱりやるからその逃げ道ということはよく分かってるんですよね。なるほどね、竹内さん冷静に判断して実力は互角ですか、この両者。やっぱり互角ですね、互角ですか。それだけやっぱり大きな舞台でもう一度戦ってみたいですよね。天竜対テリーゴディの対決、2回目の対決は結局両者リングアウト。